インターネットレディオ goodair.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 今日は夢タウンでお買い物というかビバホームにお散歩に来ました。こいつのミッキーうさぎのお散歩に来たんですけど、残念ながらイオンの方はウサギを連れて動物をね、ペットを連れて入れないので、嫁待ちで外でダラダラしております。衝動買いでオーシャンの唐揚げ甘酢を購入したと思ったら、嫁さんはミスドを買ってきて、たこ焼きライダーさんのたこ焼きも買ってみて、いやいや食いすぎだろこれ、ご飯でもねえのに。そしてミッキーとの散歩は続いております。ミッキー喜んでんのか嫌がってんのかちょっとよくわからんな。めっちゃおとなしい。ここに入ってる時ミッキーはもう別人のようにおとなしいです。ウサギをお買いの方はぜひやってみてください、この散歩方法。なおですね、かなり首が締まります。ミッキーが大きくなればなるほどかなり首が締まってくるので、まあ大きいのを飼ってる方はおすすめできません。うちはまだ子供なんでね、ちっちゃいからできるもんだと思います。さよなら。 Thank you for your listening. Good air.com.Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。